今日もみんなでシネマティーク。どうも、映画コメンテーターの有村昆です。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。さあ、今回はですね、こちらです。はい、映画選挙を紹介したいと思います。はい、ちょうどね、この間日本でも選挙がありまして、まあ、僕も選挙に行ってきたわけなんですけれども、この映画はですね、ドキュメンタリー映画で2005年に相田和弘さんという方が撮った、観察映画第1弾と言われるものでございます。はい、これ川崎市宮前区の選挙区である山内和彦さんという、これ実在の方なんですけども、このね、相田監督が山内さんと同級生の友達だったということもあって、選挙の裏側カメラが実際入っていきまして、例えばポスターがね、張り巡らされた候補者事務所の中はどうなっているのかとか、選挙カーの内部はどうなっているのか、いわゆる一般人の僕らが知りたい選挙活動の裏側を掘り下げるドキュメンタリーとなっております。なので、もちろん人間ドラマがメインなんですけど、めちゃくちゃ面白かったのがですね、彼は、山内さんは自民党公認みたいな感じなんですよ。なので、その自民党からこれやってくださいとか、あれやってくださいとか、あとその手伝いですね、ウグイス状の人が来たりチラシ折ったりする人たちの全部、そこもですね、カメラが入っていくんですけど、候補者をあの手この手で操作して、で叱咤して、で激励して、褒めたりけなしたりしながら、うまくこう使いこなそうとする、その選挙を仕切る側の人間と、そしてその山内さんは、これ奥様がいらっしゃるんですけども、ご夫婦で、まあ喧嘩しながらもですね、彼の場合は新人なんですよ。なので、まだ選挙経験もないので、もうとにかく一から頑張りますみたいな。で、まあ途中、これ後で言いますけども、いろんなですね、有権者の方から罵声浴びせられたとかしながら、まあ、悩んだりするんですけども、そこもずーっとカメラが追ってます。で、あともう一つは有権者の方の目線ですよね。はい、というように3つの目線が羅生門スタイルで入って、日本の選挙制度ってどうなんだろうかと。これアメリカの選挙映画も結構あるんですけども、やっぱアメリカの選挙映画に比べると日本の選挙ものって極端に少ないんでね、なんかこう滑稽だなという、なんかなんていうのかな、笑顔で笑っているけどもあざとさもあるし、なんかのし上がろうとするしたたかさもあるんだけども、有権者が有権者で、選挙の時は立場が違うから有権者の方が強く出たりとかして、でも実際先生になっちゃったら今度先生先生って来るっていう、そういったね、なんか人間の機微というか、最もこうドロドロした部分という泥臭い部分をですね、見せてくれるのがこの選挙であるということなんですね。はい、で、これ中でね、出てくるのが、選挙はね、名前を連呼するの、どうせ政策なんて誰も聞いてないんだからっていうのは、これ山内さん自体が自虐的にですね、カメラ目線で言うんですけども、だから近所のお祭りでね、笑顔を振りまいたりしてるんだけども、そこでこうお祭りでみこしって担ぐじゃないですか。でも実は担がれてるのは俺だしなみたいな、そういうね、何とも言えない皮肉がですね、まあ、ピリリと効いているお話です。でさらにこれ、ちょっとストーリー最初から言うと、その公示日からスタートして、ポスターが貼られた時から選挙活動がスタートするわけですね。だから最初、宮前平かなんかの川崎の駅前でずっと一人で演説してるけども、誰も聞いちゃいないんですよね。でもだんだんとそういう支援者というか手伝いの人とか増えてきて、しかも自民党公認となると選挙参謀みたいなのがいるんですよね。でこうしたらいい、ああしたらいいっつって、そうすると選挙区では有名な川口依子先生というね、女性の先生が、応援演説に駆けつけたりとか、それからなんだ、ウグイス嬢の人もね、この山内和彦っていう、なんか綺麗な声でこうやるみたいなテクニックとかも、いろいろね、この映画の中で、へえ、こんなんなってんだっていうのを、まあ、勉強になりました。で、さらに、小泉純一郎さん、これ当時なんですけども、名前をめちゃくちゃよく出してましたね。はい。小泉、純一郎さんの自民党公認みたいな、とにかく小泉さんの名前出せばみんな聞いてくれるっていう時代だったんですよね。でそれ以外にも橋本聖子さんが応援演説来たり、杉村太蔵さんがまだ議員時代にですね、手伝いに来て喋ってるんですよ。これもなかなか貴重でしたね。はい。で、まあ支援者のおじさんに怒られたりとかですね、それからこれね、山内さんはね、別にそんなに裕福な家の方ではなくて、お金バンバン使えないんですよ。だから本当ドブ板選挙みたいな形で、宮前区のおそらくワンルームのマンションに夫婦で雑魚寝で寝てる感じなんですよ。そこまでカメラが入ってで乗ってる車は軽自動車で仮眠を取るみたいな形なんですけども、夫婦喧嘩もね、だんだん出てきて、で有権者の人に、あんた選挙出るんだったら仕事辞めなさいよとかいろいろこう言われたりとかして、でも仕事辞めたらもう私たち生きていけないしっていうところもいろいろあって、言い返さなくていいよと、笑ってりゃいいんだよっていうかね、なんかそういうね、ことまで赤裸々に喋ってるのは、今回の総選挙、まあ選挙スペシャルとかね、皆さんテレビご覧になったと思いますけども、なんかね、ああ、みんなこういう裏側があるんだなという意味では、僕らやっぱ日本人の投票
票率低いってやっぱ言われてますけど、選挙にもっともっと関心を持つべく人間ドラマとしてよく描かれたドキュメンタリーだったなと。だからこれ見るとなんか選挙行きたくなるっていうね、映画でもありました。はい。で、鷺沼駅にですね、選挙戦が後半になってくると小泉総理が来るぞ、当時ですけどね。そしたらまあすごい警備がバーッと来て、この 山内さんはまあ当然小泉総理なんか会ったことないですから、もう本当に小泉さんがセンチュリーみたいな車でバーッとすごい警備の中バッと来たら、タタタタッとね、その選挙カーに登ってってですね、もう空気をね、小泉劇場ですね、一気にかさらっていくんですね。皆さん改革を止めるな、バーッとやって、うわーっと鷺沼駅が盛り上がるんですね。そしたらね、やっぱり山内さんも不思議なもんでね、やっぱり小泉さんってプロ中のプロなんで、仕草や動きやオーディエンスを巻き込む喋り方が完璧なんですよ。それにね、魅了されてね、山内さんもどんどんこの後喋り方が上手くなっていくっていう、やっぱり何事もね、プロにはプロがいるなというふうに思いました。で、まあ最終的に最後のお願いっていうのも、山内さん夜遅くまでやって終わりですってなって、次の日にいよいよ開票になりますよね。そうすると、選挙事務所に、まあ、党本部からなのかな、電話がかかってくるんですね。そしたら最初は優勢だって言われてたんだけど、民主党、あとこれはあと共産党も出てるんですけど、民主と自民がかなり拮抗してるというところで、もうね、あんなキリキリした映像をよく撮ってたなと思うんですけど、選挙事務所が凍りつくんですよ。でこれひょっとすると落選するかもしれないなみたいな時に、こう電話を待っているこの受付のおじさんがね、当選確率の花をこう持ちながらも貼れないわけじゃないですか。だからね、ああいう裏話っていうか裏側をね、こう花をね、どうしようかなみたいなのはね、なかなか胃が痛かったですね、見てるこっちもね。で結局ずっと電話来て拮抗してる、また電話来てどうですか拮抗してるっていうのがあった後に、まあ最後の最後ですね、かなり開票された後、まあこの民主と自民で辛くもまあバラの花が咲いて、自民の山内さんが、まあ、当選確実になったというドラマですね。ああ、そしたらね、山内さん自宅で見てたんでしょうね。遅れてくるんですけど、やっぱ先輩議員の人たちがわーっている中、本当はね遅れてきちゃダメなんですね。即来なきゃダメなんだけど、これは切腹者だよみたいな、おじさんたちのジョークもありながらも、次の選挙までは仮免許だなっていうような皮肉も言われながら、まあ僅差で勝つというまあ物語の展開となっております。はい。でね、やっぱりなんだろうな、したたかさっていう意味では、なんか人間ドラマが非常に選挙ってドロドロしてるなと思ったのが、今だったらね、岸田内閣の自民、山内なんとかですってなかなか言いづらいと思うんですよ。やっぱし小泉さんだから、小泉内閣のとかってバーンと言えたと思うんですけど、まあそういったね、したたかさだったり、あとは何でしょうね、こうやっぱ小泉総理当時すごかったんだなっていうのも改めてやっぱスター性、っていうのも感じますし、まあいろんなことをですね、感じる選挙の映画だったなというふうに思っております。はい。ということで今回はね、ちょっとワンカット長回しでですね、なんかまあ選挙特番とかも結構いろいろありましたし、なんか選挙にもっともっと日本人の皆さんが関心を持つべき必要性があるんじゃないかという思いも込めまして、映画選挙をご紹介いたしました。ぜひネットフリックスでね、気軽に見ることできるんで、皆さんもご覧いただいて、この動画がためになったという方はチャンネル高評価、チャンネル登録もいただけましたらぜひ幸いでございます。毎週土曜日は生配信もやっております。はい。ということで今日は映画選挙をご紹介いたしました。次回もみんなでシネマティーク。